どうもヌヌです。前回の続きですね、やっていきたいと思います。前回、ボスを初めて倒して、この緑色のオーブを手に入れました。ただ攻撃発生が若干遅いよね。メイエフっていうドラゴンみたいなのが手に入ってたの、手に入ったんだよね。ラキエムの船、壊れた時にお母さんの記憶もバラバラになったんだ。ああ、危ない。大ジャンプ。これはエレベーターか？違うんか？バーンダグレー中央図書館へようこそ。何かお困りですか？このアクセント、植民地の方ですね。田舎っぽいアクセント大好きなんです。そうですね。ウィンデリア出身？うん、そう。やっぱり帝国の素晴らしき王政ラケームへようこそ。帝国民としてあなたはタブレットが与えられます。政府発行の身分証明バッジをご提示いただければお渡ししますよ。身元保証人が申請を忘れていたんですね。でも身分証がないと図書館から出ることもできないんですよ。身元保証人に確認が必要です ね。私から連絡してみましょうか。誰も欠かすことのできない個人用デバイス、コンピューターからデータをダウンロードできる。D って何？セキュリティカードをスキャンしてください。
あ、ミリアなんだ。行けるところ行ってみよう。セキュリティカード D。 あ、さっきのところだね。こんにちは。ハローハローか。商人クラスの光の魔物商店へようこそ。商人クラス。サングラス。流行りのジャケット。帰りのジャケットでも買っとこう。ここ D のカードだね。エーテル。アイスリング。建設後継オーブンの釜状の刃で包み敵を切る。オーブンのメニューから新しいパッシブリングを装備できます。コロッサルブレード。巨大な刃で敵を切り裂く。オーブンのメニューから新しい呪文ネックレスを装備できる。アイスリング。巨大な刃で。これしてみようか。あ、そういうタイプ。あ、いいね。これは時間止めてもいけないだろう。データファイルはラッキーユ。データファイルウィンデラ。攻撃した敵の名前が表示される。結構あれだね、重要なアイテムが多いね。法廷ウィキヌーヌーバーなんとかって書いてあるな。エレベーターっぽい。
けど、右はなんだ？あ、いけないやつか。マーカーを追加。中にしといて、でこれでこれで置いとこう。ここが赤だったからここにこれ置いとこう。よし、レベルアップ。最大値アップ。ここも C だ。入ったよ。こんなもの今までに見たことがない。それに部品が足りないぞ。ゲンザーは今週中に直すと言っている。まだ数週間しか経ってないのにおかしいだろう。だなっても命令に従わなければないとどうなるか。コーヒーでも飲んでくるよ。これはタイムスピナーの骨組み。損傷がひどいけど修理して使おうとしてるんだ。こういう奴らが見つける前に風見車を手に入れて入れられてよかった。ポータルを抜けるときにそれだけ時間が経っちゃったことになった。なるほどね。セキュリティカード C。マインドリフレクション。
辺なんかあったのかな。エレベーターのキーカード。はい、というわけで切りもいいのでここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。